浜松市西区に新たな県営野球場の建設が予定されていることについて、今日建設に反対する市民団体がビラ配りを行いました。今の野球場であります四つ池の市民球場、これで十分です。大型球場の建設反対のビラ配りを行ったのは、新球場と浜松100年の景を考える市民の会です。市民の会は浜松市西区に建設が予定されている新たな県営野球場について、ドーム型など大型のものを作った場合、建設費と周辺整備などで500億円以上の経費がかかり、税金の無駄遣いだと主張しています。今日は浜松市役所前で、球場の建設が遠州灘のウミガメの生態系に与える影響などを説明したビラを配り、通行人に大型球場の建設反対を訴えました。この問題をめぐっては、基本計画の公表が当初の予定より1年遅れていて、来年6月になるということです。